こんにちは。今日は BTS のジンさんについて詳しく鑑定をしていきたいと思います。もうすでにジンさんに対しては鑑定していますけれども、そちらの動画もよろしかったらご覧ください。今日はですね、ジンさんが BTS の中で長男ということで一番年上ですね。しかし長男といえどもとてもフレンドリーで、あまり年功序列を意識していないというか、良い意味で長男ぶってないところがありますよね。そんなところを鑑定していきたいと思います。韓国社会は日本よりもさらにと言いますか、日本とは違って年上を敬わないといけないという、そういう歴史文化があるということですね。確かに私も韓国人の方と一緒に仕事をしたりですとかしたことがありますけれども、日本よりも年齢による上下関係というのは厳しいですよね。ですからアイドルといえども、そのグループ内での上下関係は厳しいと言われてますね。実際に私は韓国語は分かりませんけれども、韓国語が分かる方などはメンバー同士の言葉遣いで上下関係の厳しさなどよく分かるのではないでしょうか。おそらく BTS のメンバーもジンさんのことを一番年上ということで敬ってはいると思うんですけれども、あのメンバー同士の絡みを見ていると、良い意味であまり厳しい上下関係がないと思うんですよね。そしてそれが BTS の人気にもかなりつながっていると思います。なぜかというと、やはりその仕事環境、仕事場の環境というのはあまりにも厳しくルールがあったりですとか、きちんとしないといけない、相手を敬わないといけないなどと、あまりにも厳しく規制されるとですね、やはり人間は誰でも自分の力を思いっきり出せなくなりますね。そうしますと楽しくないですし、気を使わないといけないというところが増えてきて、本来の実力が出せなくなります。これは誰でもそういう傾向があります。しかし BTS の場合にはジンさんが年上ですけれども、あまり厳しくない上下関係に対して周りに厳しさをそこまで求めていない、とてもフランクでフレンドリーな性格ということ、ここが BTS の人気の一つ、秘密の一つというのはきっと間違いがないと思います。それでですね、ジンさんはいて座なんですけれども、いて座の方というのは大体において皆さん偉そうじゃないんですね。偉そうとは逆の性格の人が多いです。これは本当に男女ともになんですけれども、いて座の方というのはあまり外面といいますか、外面というんですか、外見というか、外見とは言わないですね、その対面ですね、対面を気にしないんですね。自分の肩書きがどうですとか、自分はこういう立場だですとか、あんまりそういうことを重要視しないという傾向があると思います。もちろん 100% ではないんですけれども、他の星座に比べるといて座の方というのはとにかく偉そうなところがないんですよ。例えば会社などでも偉そうじゃない上司、いて座だったりしますね。そしてそういう人に限って結構出世していたりするんですよね。そしてその出世した理由というのを聞いてみると、仕事が面白いからやってるうちに気づいたら出世していたと言ってきたりします。偉くなりたいからなどということはさらさら考えてないんですよね。単に自分がやりたいということを追求して頑張って突き進んでいたら偉くなっていたと、給料も上がっていたと、そんな感じですね。いて座の人というのは自分から自分の何か過去の栄光ですとか、例えばいい学校を出た、いい職場に勤めていたですとか、そういう肩書きですね、肩書き自慢というのをしない人が多いですね。で、やはり誰が見てもすごいなと思うようなことを成し遂げたような、何かでコンテストで優勝したですとか表彰されたですとか、そういう過去があって、こちらがすごいねというふうに言っても、本当に心から別にあれはたまたまだよっていう感じで、本当に心からすごいとあんまり思ってないんですよね。いて座の人にとってはやはりもう過去のことなんですかね。未来を向いてますし、常に上へ上へと向かいたい、常に新しいことに挑戦したいという気持ちの方が強い方たちですので、過去のことはあまり振り返らないと、そして
自分が楽しいことをしたいという気持ちが強いですので、過去の栄光や実績にはこだわらないと、そんなところがあると思います。ジンさんもまさにそんなタイプですね。あれでジンさんがですね、もっと他のメンバーたちに年功序列だから自分を敬えと、そういう態度を求めていたとしたら、BTS の他のメンバーはもっと萎縮していたと思うんですね。そして自由に行動発言というのができなくなって、今のような明るい、そして自由な、そんな環境というのはなかったと思います。ですから本当にジンさんが年上という、年上だったということはラッキーですね。そんなジンさんではありますけれども、人間関係において本当に仲良しの人たちと、そうでない表面上の付き合いの人たちとでは、はっきりと態度を変えているところがあると思います。BTS のメンバーも家族同然ですので、本音で接してますね。本音で接していますので、自分の言いたいことも言いますし、ぶつかり合うこともきっと多いと思います。しかし、そのぶつかり合いは決してジンさんにとって悪いことではなくて、ぶつかり合って喧嘩をすることでその人と仲良くなりたいと思っている節があります。自分の意見をぶつけることが仲良しの証明なんですね。喧嘩をすることによってさらに深く仲良くなりたいと思っています。ですから本音をぶつけるというのが愛情表現の一つです。しかしこれは本当に仲良しの人にしかしません。表面上の付き合いの人には言わないですね、本音は。そのような二面性といいますか、使い分けるところはあると思います。以前の動画でも言いましたけれども、ジンさんは周りから批判されたりしても絶対に負けないような強さを持っていると言いました。確かにそうなんですよ。困難があっても絶対負けないで自分を貫くというそういう力をもともと持っています。そして自分の理想に向かってどんどん進んでいくんですね。しかし家に帰って一人になると自己嫌悪に陥ることもあると思います。そんな風には表面上は見えないんですけれども、やはり人間ですからね。表では強気で平気そうに振る舞っていても、家に帰るとそうでもないと。そういう強気な面と傷つきやすい面両方あると思うんですね。そういうところがジンさんの魅力の一つだと思います。しかし確実にジンさんは失敗を超えて、失敗を乗り越えて、それを糧にしてどんどん成長していくタイプです。失敗があるからこそ成長するという方ですね。失敗して落ち込んだりしても、またすぐ立ち直って頑張ることができる。それがジンさんの魅力です。そんなジンさんを見て周りのメンバーたちもかなり勇気づけられて力づけられていると思いますね。ここでジンさんの現世での使命について鑑定してみます。ジンさんの使命は乱れた世の中を正す正義の味方として活躍することと出ました。やはりジンさんは先ほども言いましたように、自分の肩書きですとかそういうものにはとらわれず本質を見ていますね。また自分が楽しいことをしたい、自分が活躍できるというか、興味を持つことをどんどん深めて、どんどん突き詰めていきたいという、そういう好奇心がとても旺盛な方です。ですから、その活動的な性格、そして行動力、勇気、大胆さなど、そういう資質を持って、乱れた世の中を正しくすると。現在の芸能活動を通じて乱れた世の中を正しいものに導いていくというのがジンさんの使命ですね。いて座というとですね、哲学という意味もあるんですね。ですから哲学的な考え、例えばこの世の中を良くするにはどうすればいいか、人生ですとか世界の在り方、そういうものを突き詰めるという、そういう学問ですから。いて座の人というのは物事の本質を見る目がある人が多いです。そして生きる意味ですとか、そういうことを自然と考えたりするんですね。そして物事の本質こそが大切だから、その周りにくっついている年齢ですとか年上年下というのはそこまで重要じゃないよと思っているのがジンさんの生き方なのではないでしょうか。
以上です。今日もありがとうございました。